ハイスクールチェック。おはようございます。富山西高校1年前田仁理です。今日はフェンシング部をチェック。富山西高校フェンシング部は男女ともにインターハイ優勝を飾るなどの実績を積み上げています。部活でも行っているフェンシングの競技の一つ、フルーレについて教えてもらいました。フルーレってどんな競技ですか？胴体を剣で突いてポイントを取る競技です。腕とか頭とか点数にならないんですか？腕とか頭はついても点数になりません。目にも止まらぬスピードで相手を突いて得点を奪うフェンシング。選手が着用するジャケットの有効面に剣先が当たると判定ランプが点灯し、ポイントが加算されます。またフルーレには攻撃にもルールが。攻撃って自由にできるんですか？優先権があり、剣を最後に叩いた方が優先権を持っています。同時についても優先権を持っている方が点数を取れます。今は左側の選手が攻めていて、右側の選手が今剣を叩いたので右側の選手が攻めて、また左側の選手が剣を叩いたので左側の選手が攻めるようになりました。フェンシングをやる上で大切なことは何ですか？距離感です。攻めている時に優先権を取られないようにすることなどが大切です。